はいさーい、今回は名護市にある牧屋という地域に来ています。で早速ね、何やら、ガーがありますね。ウィーヌ、クライ、なんて読むのかな、クモがいて奥まで行けないんですが、まあなぜねこの名護市の牧屋という地域でね僕は撮影しているかというと、この辺にね御嶽とかなんかねちょっとした遺跡とかがねポツポツあったりするということで、まあ、今回は、名護市の牧屋地区ね、そちらでね撮影をしている感じです。でね、どうやらこのね山の上にね御嶽があるみたいなんですが、地図をね見て、あ、なんかぬるがあってありますね。ぬるがって書いてるんで、やっぱりガーなんで、もともとはね湧き水とかがあったんだろう。ガーとかカーはね泉の意味があるんで、また左にもあるな、神川。さっきみたいにね右に石碑があって神川、ここもね、まあ、若干湿ってはいるけれど、今はもう水が流れてるような感じはしないですね。でね、確かねこちらのね10畳ぐらいの小屋というか、どうやらね、ここの部落地域のね野呂、祈りをね捧げたりする、なんだろうな、占い師とは違うけれど、まあ祈祷師みたいなね、そういう、神にね、うわ雲だ、なんで祈りをね捧げる人のね、家というかね、なんか場所になってるみたいですね。なんて書いてるかな、野呂殿の、やっぱり野呂さんのね、修行の場というのか、なんていうのかな、野呂さんが住むではないけれど利用している小屋のようですね。タグの姿も忘れて進んじゃった。やっぱこの辺ね神川とかね、あ、ちょうど正面に、そうそうそう、ここですね、ウィーヌ御嶽遺跡、上の御嶽でウィーヌ御嶽遺跡です。御嶽5箇所の廃所があったりするそうです。ちょっと正面から撮って、ちょっと階段がね結構な段数ありそうですが、頑張って登っていこうか。苔とかもね生えてて、あまり人が訪れない場所になってるのかな。あ、早速見えますね。意外と近かった、よかった。いつもみたいに山道をねひたすら登るパターンかなと思ったんですが、ウィーヌ御嶽建設費こちらですね。でもなんだろう、ここはなんか珍しくてね、壁がないというか周りが柵になってて、ちょっと珍しいですね。クモの巣が多くてね厄介だな。でね、奥にもなんとなく行けそうな雰囲気はないか。もしかしたらねこの辺一帯がね遺跡ってね書かれてたのでね、
何かしらもっとあったかもしれないんですが、あんまりね、わからない場所をね、うろうろするのもね、良くないんで、うわ、クモの巣。クモの巣だらけだ、ここ。よっぽど人が訪れてないのかな。おそらくね、この辺ね、クバとかもいっぱい生えてるんでね、ビロウですか、あの、ヤシの仲間の。やっぱりね、多いんですよ、こういうウタキとかに。はい、というわけで今回はね、名護市のね、牧屋というね、地域のね、遺跡群というのか、まあ、呪屋敷とかね、ガーがあったりする場所を訪れて、見た動画でした。ちょっと雲の巣がやばいな。よいしょ、最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまたねー。バイバーイ。